今日も元気にいきましょうね。さあ今日はトリプルでございます。はい、そんでですね、リクエストいただきました。新麦わらの一味をぜひ進化してても使ってくださいとね、ありがたいリクエストいただきまして本当にありがとうございます。そうなんで、俺も悩んでた。その暴走チョッパーとか強いじゃん、あのモンスターポイントとか。でちょっとそういう意味で僕もね、僕が知るっていう意味も含めてちょっと動画にしたいと思います。お願いします。さあ今日はまず使うのは誰か、いつもだったらこの人を進化させたい。超怖えんだよね。超怖え。あのモンスターポイントはそうだよね。すげえ怖えの。坊ちゃんみたいな。しんちゃん。大丈夫。ああ、消しちゃった。ちょっともう一回ちょっと声聞こう。みんなに迷惑かけねえぞ。怖えよ。もうみんなに迷惑かけないと。しんちゃん。これさっき聞いたか。大丈夫だよ。怖っ。そう、そんなこと言われても嬉しくねえぞ。この野郎。怖すぎる、怖すぎる、怖すぎるよ。もうみんなにね。あ、笑うだけ。怖っ。怖かわいいね。怖かわいい。はい、そんな感じです。ちょっとね、今日はこのチョッパー使いたいと思います。はい、どんな感じかと言いますと、一つはザコクテイパルメ。はい、ちょっと、今読んだから。俺まだ一回も使ってないんですよ。はい、敵の防御力アップと、ダメージ軽減状態が、3ターン解除。あれ、チョイームなしで。なるほど。で、無属性特殊ダメージと。だからまあまあ、必殺技は正直ね、正直。そこまでかなっていう。チョインだったんですよね。そうね、それが入ったらまた変わってくるかもしれないですけど、うん、まあどっちかといったらというよりも、まあ、戦長国家でね、人格のある怪物、強靭体キャラが 2.75 だからね、普通に。で回復が0、はい、いや普通に 2.75 だからね。回復条件確かにあるけど、うん、強いよね。 それでどんぐらい使えるのかちょっと使ってみたいですよね、うん、でまあ戦長で今日使うのであれですけど、うん、でもこれも捨てがたい。捨てがたい。自分がパーフェクト攻撃成功で自分の力スロットが次も継続、つまりはい継続継続、はいパーフェクトパーフェクトってずっとずっと力でしょ。これめっちゃ強いよ。ではしかも格闘っす。地味です。寿司三昧。違うからね、似てるけど。寿司三昧確かにやってるけど違うから。どうだ、こんな感じ、ちょっと違うから。はい、そういう感じでございます。ちょっとじゃあ今回は船長で使ってみよう。あ、両方使おうか。そうだね、うん、ちょっと両方使おう。あと普通に技も見てみたいので、はい、やってみましょう。どうしようかな。じゃあ先に必殺技と通常攻撃を見たいと思います。はい、はい、はい、今特訓の森来ました。はい、超怖え。嬉しくねえぞこの野郎って言って目キラキラだし、あれだけ見たら、何も知らない人があれだけ見たら純粋にめちゃくちゃ怖い。意外と小さいのね。え、そういうこと。周りですよ。いやいや、それはこれトレクルだから。トレクルだから。そこでトレクルだから。ちょっと通常攻撃やってみようか。いきます、まだ見てないんで。はい、ちょっと手前の方が見やすいからこっちでいきます。はい、おー、でもかっこいい。いいやん。ふーん、うーって言ってた。しんちゃんって言ってた。必殺技見てみよう。特大ダメージですからね。やってみます。特定パラメ、いきます。全体にね。はい、うお、おおお、7万。俺全然まだレベルそんな上がってなくて7万だから10万ぐらいいくのかな、もっといくのかな。すげえすげえ。ちょっとあの力スロットのあれをやってみたいんでね、今一旦船員でやって、あ、全然パラメだし船員でやってるんでね。ちょっと力のスロットのあれをやってみよう。それちょっとやってみよう。うん、力きて、きた。オッケー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 。ここからが大事だ。ちょっとやってみよう。パーフェクトまず出せるから。出してよ。頑張ります。全然むずい。全然むずい。ちょっと待ってちょっと力くると思うね。よし、きた、いきます。ちょっと頑張ります。よしよしよし。おお、すげえ。あ、すげえ。これ強くね。これ強いよね。もう一回頑張る。
じゃあずーっと続くんだパーフェクト出す限り。相手がスロット変換としてもらってれば使える。そうだねそうだね、うん、え強いね。やっぱ船長、まあ、いやどっちでもいけるよ。多分船長でも船長ちょっと強い。次船長で使ってみよう。はい、そしたら今回こちらでいってみたいと思います。はい、モンスターチョッパー強靭馬ですね、完全にモンスターチョッパー。そうで、ここの惨事を新しいね2年後惨事しようかとも思ったんだけど、うん、でもやっぱこっちの惨事の方が2倍だから、うん、必殺技的にはね。でスロットのエンハンスが他にも僕が持ってたので、まあ、こっちにエンハンスをやってもらって、うん、惨事は倍率の方のエンハンス、スロットエンハンスじゃなくてね。で、こんな感じでございまーす。よし、俺どうやってロキちゃん略すな略して芸人するな略すんじゃないドトルを飛ばすんじゃないで、ロケットマン。ロケットマンだと、まあ毎ターン回復してくれるから。で、かつこのメンツだと、あ、まあちょっと回復が毎ターン回復弱いですけどね。まあでもボコボコ倒してくるんだよ。そうだね、だから多分火力を見よう。エキスパをこんぐらいどんどんですよっていうので、もうワンターンでバン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 、まあいけるじゃん。しかも特に何も気にせずだからね、体力条件気にしなくていいから、うん、まあ体力が少ないのがあれだけどね。すっげえないんだよ。ちょっとやってみよう、うん、すげえ動物園みたいになってる半分半分動物園みたいな。右下のハゲのさ、いや動物じゃねえよスクワードを動物扱いするって、ハゲの動物扱いするんだもん。さらにやめろ違う、ね、あ全然もう全然ですね全然だね。でただその例えばエキスパー多分ね、まあまあクリアは絶対できるじゃん。で、あれが問題だね。例えばおーてかロッチじゃねえよ影響されてる君にロッチかっけ何事したか忘れちゃったんですか。待って俺初めてかも。嘘。うん、レア枠。そう、見なくなっちゃう。見なくなっちゃった。俺あれだったんですよ、決戦祭りが年末年始いっぱいあったから、そっちばっか待って、ここ全然今思うのは回ってなかった。これ初かも、レア枠。見えないよ。暗いってる時も怖い。すげえ怖い。違う、まだだ。あ、忘れてた。何忘れる。なんか押すの忘れてた。忘れることありますよ。わかんないけど、なんか、しがに見とれて、あ、とか言って。はい、やばい忘れかな。よいしょ、もういけるっしょ、うん、イエーイ。だからあれだね、エキスパとかの高速周回はまあいいかもしんないけど、うん、そのだから今結構体力ないときつかったりするじゃん、こうしちゃうの、うん、そこだとちょっときついかもしんないね、だから、うん、そうねだからやっぱ船員に強いってね。そうだね、だから船員の方が現状はもしかしたらゼロだもんね、うん、いいかもしれない。戦略は別に回復するもんね。そうだね、そうだね、そうで、ずーっと力、自分は実力だから強いね。強い。そうだね、戦略の方がもしかしたらいいかも。格闘だっけ。格闘強靭。ああ、もうまた寿司三昧パーに使えるね。寿司三昧パー言うジンベーパー寿司三昧パー言うあ、でもこうしたら回復できるんじゃない。あ、いや違う、ルッチもあれだ。ルッチも憎い意味だね。ダメ。だから3時の船長効果は多分使えない。多分船と普通にマイター回復しか使えないと思う現状。あ、でも今チョッパーで出したら、あ、出せなかったよマイター回復は普通に船分じゃない、あ、船分だけか。船分セットしたちょっとチョッパー全然船員になってから失敗しまくるちょっと近く歩きますよ。よし、せっかく繊維でやってんだから。すげえ早いね、思ってるよりね、ちょっと早い。そう、なんかうーとか言うから遅いからダメじゃないあ、サンジの船長効果使えるんだ。この回復はゼロにならないんだ。じゃあ今なんかチュエンって光ってなかった。じゃあ発動してんの、発動してんのかな。ちょっとわかんないっすねあ、ちょっとチョッパーしっかり、うん、よいしょ。うわー、やっぱこれですね。ちょっと危ないっすね。大丈夫ですか。通過ともいいの、まだ。そうですねそうですね全然余裕じゃない。余裕だろうとか言ってたら普通になんかダベりながらやってる場合じゃなかった。はい、これもういいや。多分さすがに倒せるでしょ、これ。よいしょ、行きます。Yeah.
よいしょー、あーいいね、声優の方がいいんじゃない。そうかもしんない、今なんか使った感じだと、うん、線の方がいいかもね。てかちょうどこの面良かったね、船長からの線両方試してる、ね、そうだね、やっぱ力スロット継続が多分一番いいかもね、この感じは。はい、ありがとうございました。またあのなんかね、他にも、うん、他にもあの俺ブルックとかでやったから、まあ使えそうだったらまた動画撮りたいと思います。お疲れ様でした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。あ、それではまたね。